ウォーミングアップで1回汗をかいてさらにもう1回汗をかいた方がいいっていうことを言われたりしますもんね。三振です。今日初めての三振を奪いました。やっぱりストレートが走る分ね、はい、フォークであったりチェンジアップっていう空振りが取れるボールっていうのは非常に有効的になりましたよね。あ、そうですよね。その分若干やっぱりスライダーであったりシュートっていうところの精度が少し落ちてるんで、はい、中村哲平2者連続の三振です。ボールカウント2-3。まずこの回先頭バッターのセミドールを三振に抑えました。去年はホームラン24本を打っています中村。そうですね、セミドール中村連続三振、これで涌井の三振は今日4つ目です。じゃあこの回3人で終わろうかなという時に、例えば次の打席のことを考えたということを考えると、うん、3連続三振、涌井乗ってきました。まあ、リックもファームの試合に今出ておりますんで、まあ、なんとかねこう一軍の舞台に本調子で戻ってほしいなというのが、これはもう野村監督の切なる願いかと思いますけれども、あれだと1ヶ月間打ち続けてしまった時には打ち続けれるし、バットが回りました。三振です。6回の表を終了しました。三振。はい、8回9回でひっくり返すっていうのはね、そうなんですよね、年間通じてそうそうある展開ではないですし、バットが回りました。三振です。涌井ここも切り抜けました。7回の表を終了、得点2対0ライオンズ2点のリードです。足の三振、これで10個目、今シーズン4回目の2桁奪三振。ずっとお休み状態ですからね。そうですね、空振り三振、11個目、今シーズン最多奪三振は12。遅いボールに体の対応で合わすときには打てるんですよね。僕がするとちょっとまっすぐ使ってもらいたいですね。あ、そうですね、見逃し三振、これで12個目、涌井自身最多タイです。関ノールからすると遠く感じたと思います。だからストレートにタイミングが合ってないんで、はい、